ロサンゼルス級原子力潜水艦パサデナの魚雷発射艦室。右手上段及び下段の緑色の物体がマーク48。手前左側にはマーク48の推進機の保護カバーが見えるマーク48はアメリカ海軍が開発した魚雷。潜水艦から運用する大型誘導魚雷である。マーク48は仙台のマーク37魚雷及び 第二次世界大戦以来使われ続けてきたマーク14魚雷から痴漢することを目的に開発された耐水場艦艇、耐潜水艦兼用の魚雷である。発射は 533mm の魚雷発射艦から行われる。最も初期の方は1972年だったが、1972年にアルファ型原子力潜水艦の収益により、 大幅に改良された魚雷であるアドシッピー計画の加速が決定され、大幅に改良された電子機器が搭載された。マークマイナス48モット4の先行量産が1985年から開始され、1988年からは能力向上型のアドキャップ型が配備されている。その後も多様な回収が加えられ、2012年現在では、 マークマイナス -48 モット6が運用中で2008年に艦太平洋合同演習でモット七が試射され、アメリカ海軍の潜水艦の主装備となっている。現在のアメリカ海軍には1046本のマークマイナス -48 魚雷が配備されている。マーク48の誘導システムは柔軟性に富んでおり、攻撃に際して多様な選択肢をもたらす。大きく分けると、 誘導方式は、魚雷本体のソナーのみによる単身、受蝶誘導と母艦からの優先誘導の二つである。校舎では誘導ケーブルで魚雷と母艦を電子的に結合することにより、魚雷自身よりも捜作範囲が広い母艦側のソナーを用いて初期誘導を行うことができる。さらに、魚雷のソナーを母艦のいわば拡張された耳として利用することもできるようになる。 魚雷の誘導をアルゴリズムに任せるだけでなく必要な場合には人間のオペレーターが介入することにより例えば目標がおとりや対抗手段を展開した場合でもそうした妨害を排除して攻撃を続行することができるまた発射された魚雷は事前のプログラムに従って捜索、補足及び攻撃を行うが一度で目標に命中しなかった場合でも自律的に 再攻撃を行うことができる。海軍研究局では2017年1月よりマーク48モット7の射程を伸ばし、拡張射程兵器として特徴づけるものに発展させるための試作魚雷推進システムの開発と実証を目的としたトープドアドバンスとプリプルションシステムの研究を進めている。方式としては、オットー燃料、タービンエンジン及びアルミニウム酸化物による 電気推進が検討されている。大体の貯蔵科学エネルギー推進システムについては、さらなる検討の結果除外された。中、内は交渉地 ABC ジョリー、EW、a ブリ i フヒストリーオブ y US ネ a v トープドデベロップメント、トープドマインマーク48、2013年6月21日閲覧。ポルマール、ノーマン、 The Ships and Aircraft of the U.S. Fleet トーピードウス United States Naval Institute Proceedings November 1978 P159 AB MK48 federa, tion, o,、n、o f, a, m, e, r, i c, a, n, s, c, i, e, n, t, i, s, t, s, m, i, l, i, t, a, r,、I a n a l、y, a, n, a, l, y, s, i, s, n, e, t, w, o, r, k.ww.fa, w s.org2011 年4月6日閲覧 http://www.deagel.com/.torpdoes/.mark48/.cbassa001143002 アスプックスハット ABCDEF トーマスヴィンセントシーザー・アルマナックオブ・シーパワー1987ネイビー・リーグ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ ISBN 0から961724から8から 2P190ABCD マーク48アドキャプ。jn2navalforcesnews.www.jn.com2011 年4月6日閲覧。ab マーク48トープド。アンオフィシャル、US ネイビーサイト。 www.navysite.de.2008 年1月12日閲覧。US Navy Fact File ヘビーウェイトトープトマーク48アメリカ海軍17 January 2009リリーブド10 March 2010アンアツエグザミンオットフュエルエールアバッテリーテクノロジーズ4エクステンデッドレンジマーク48トープト ハットトープドアドバンストプリプルションシステム。ハットバックグラウンドインフォメーション。マーク48アドキャブ。アンダーウォーターウォーフェアシステムツ。JN ウェブページ。ハット MK-48 トープド。FAS ミリタリーアナリシスネットワーク MK-48 トープドトーピードウス。ファストアタックスブーマーズトーピードウス。ありがとうございます。